フォースインディア VJM11 は、フォースインディアが2018年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーである。2018年2月26日、カタロニアサーキットで行われたプレシーズンテスト初日に正式発表された。VJM09 以来採用されているアナーキノーズは、トーマシンでも継続された。段差ノーズに関しても前年の v j m 1に。 引き続き採用されている。なお、潤滑油がペトロナスからラベノルに変更された。ドライバーはセルジオ・ペレスとエステバン・オコンの両者とも残留。乾燥率は高いものの着実にポイントを重ね続けた前年までと違い、苦戦を強いられている。原因として深刻な資金難と風道と CFD がマシンと合っていない。風道と CFD は合致しているが、 残念ながらそれらが実際のマシンのパフォーマンスと合っていないアリアのバランスが崩れてしまったとテクニカルディレクターのアンドリュー・グリーンが語っている。それでも第4戦アゼルバイジャン GP でペレスが2年ぶりの3位表彰台を獲得した。これをきっかけに予選の苦戦は続いているが決勝では入賞圏内争いへ参戦し始める。第5戦スペイン GP からチームとしての 連続入賞が続き、第8戦フランス GP こそ2台ともリタイアとなるが、第9戦オーストリア GP から第11戦ドイツ GP では、ダブル入賞を果たす。だが、資金難がついに限界に達し、第12戦ハンガリー GP にて、チームの破産手続きを始めたと発表した。これによってチームは、関西人の管理下で売却先を求めることになり、 最終的に、ウィリアムズのランス・ストロールの父親である、資産家のローレンス・ストロールが率いるコンソーシアムへの売却が決まった。これに伴い、第13戦ベルギー GP より、チーム名を、レーシングポイント・フォース・インディア第1チームに変更。FIA からの承認を受けて参戦は認められた、ものの、フォース・インディアからの継続参戦ではなく、 新規参戦とみなされたためハンガリー GP までのコンストラクターズポイントは無効とされた。レーシングポイントの初戦となったベルディ GP は雨による混乱のあった予選でグリッドの2列目を締め決勝でもペレスが5位、オコンが6位とダブル入賞を果たした。資金難が解消されてから前年のような成績を記録するようになり、クリーンのコメントが正しいことを証明しつつあるが、 同時に現在の F1 がチームマネーに左右されていることを示唆することとなった。最終的にはコンストラクターズ7位だが抹消されたポイントも換算すれば事実上5位の位置につけておりシーズン中の苦戦やチームの混乱はありながらも一定の結果を残して終えた。またシーズン終了後に同チーム名からホースインディアの長きへ レーシングポイントの名に正式に変更されたことに、伴い、フォースインディアの歴史を終えると同時にこのチームとしての最後のマシンとなった。ありがとうございます。